皆様こんにちは。いつも同じ頭髪の量でおなじみの近藤秀司です。どうも。ドアープロデュース2の女子芸人という作品でございます。講談師の神田茜という方が小説で書きました女子芸人、こちらはなんと第6回新潮社エンターテインメント大賞を受賞した小説でもございます。こちらを原作にですね、昆虫ペグの本田麻里が脚色脚本演出をいたしまして舞台作品となります。主演は浪曲師の春野恵子、そして大西千穂、この2人でダブル主演となります。8月22日金曜日から8月24日日曜日まで日本橋電気屋街にありますインディペンデントシアターファーストにて上演されます。ご都合よろしければぜひとも足をお運びくださいませ。きっと楽しめる作品だと自負しております。ぜひともよろしくお願い申し上げます。イエーイ。